い、どうも赤星せよ赤星アジアシティビー、はい、お願いします。さあ、来ました、待望の来ました、千葉から蒲田鉄さんです。千葉からさん、はい、移転をされましたね、うん。こちらは蒲田駅徒歩5分と池上線の蓮沼駅というのも一応使えますよ、はい、東急ユーザーの方徒歩5分です。はい、でこちらですね、6月20日オープン、うん、先日のね麺屋前さんで少し言及しましたが、うん、はい、千葉から渋谷道玄坂店さんが移転をしてこちらに来たわけですね、うん。なのでまあいろいろメニューはそのままなんですけども、うん、ひとまず私は、うん、なんとあむあむさんの回を含めるとですね、はい、6回目と。すごいね。めちゃくちゃ行ってるよね。うん、行ってないのは郡山、福島のお店だけです。ああ。へい。まあね、汁なしとかもいろいろあるから、ね。いろいろっすよ。ね。ということでね、基本メニュー。うん、まあ、ミニがあって、うん、ラーメン、油そば。油そばもごまと醤油。つ、うん、け麺もね、醤油とごまがある。うん、まあ、それからね、豚なしっていう、特殊な、県もあったりして、豚ありとなしとあります。うん、はい。で、私はですね、うん、一度も頼んだことがない、そうなんです、ね、油そばの醤油味、行ってみたいと思います。豚も増してるので、こんなの来ております。これこれ。これなんですよね。全部増し増しにして、うん、ラー油だけ、ま、増し、うん。そしてですね、まあ、いろいろオプションも買っておりますが、ラー油量がですね、ちょっと渋谷よりも、ちょっと増えたんじゃないの、うん、っていうね、マシマシもできるらしいんでね、ラー油好きはぜひともやってくださいね、で、ほうれん草トッピングしたんですが、うん、ちょっと左上埋もれちゃってますが、後ほどまあ見ていきましょう。ほうれん草はね、やっぱいいですから、そのそばさんも、油そば細切れの豚がね入ってたんですが、蒲田はデカ豚になっているという。ただ、後ほどね、うん、ちょっとこれはいろいろある。おや、豚のあれについては、はい、まずはそのデカ豚さん。でかいね。いや、大きい。やっぱ千葉からさんといえばね、うん、安定のこの豚ですよね。肉肉しいね。そうなんです。多めにね、ラー油かかってるんで、うん、ピリ辛分厚豚、うめえっす、マジで。はい、もっともっと浸してラー油を食べてるんですね。あと、細切れ豚言いましたよね、うん、ちょっとこう切ってるんですね、細く。あ、細切れではないけど、うん、食べやすくしてあるのというのがあります。はい、お野菜、やっぱね、シャキ野菜、ね、食っていくじゃないですか。それだけじゃない、やっぱネギが入ってるんで。そうね、ザクシャキで食べれる。ザクね、あ、ちょっと赤とザクでなんかちょっとシャーみたいな話になっちゃって。まあ今映画もやってますから、やってるか、うん、ね、ラー油と野菜ね、ラー油と交互食べる序盤の楽しみだ千葉ということでね。あ、千葉が多い、千葉になっちゃいました。蒲田ですよね、蒲田だけど、はい、千葉、渋谷、蒲田と来ておりますね。あ、辛めボトルないんでね、はい、お山の上の食い方に癖が出ます。はい、麺量はですね、うん、渋谷時代を参考にしてます。はいはい、200、300、450、600ということで、ちょっとこちらには表記なかったです、蒲田に。あ、なるほど。へい、ということで麺、きしめんみたいにやっぱこのね、うん、幅広の麺がね、いいですよね。であと一本一本がね、うん、わー、長い長い、うん、結構長めです。へい、さあ、そして固めに腰と弾力の、あ、腰増し増し、腰増し、はい、弾力増し増し、腰腰腰増し増し、腰みたいなね、表現になりましたが、ね、油そばこれ下からこう混ぜてね、返しをね、やっぱ絡めて食べてくださいという。そうね、へい。でも油そばって言ってますけども、ギトギトした油そばじゃないんで、意外とさっぱり味わえるのがいいかもしれないです。あ、ごめん、出ました、演奏、やっぱりました、ね、ちゃんと。おっよっ、序盤に食べないで汁をね染み込ませて中盤以降食べるね、おパイになりたいならぜひと。オーリーブ彼女ね、はい、おパイのね、おそめの他に言うことなかったわニンニクいきますね、これね、あ、ラー油ニンニクになってますよ。だからまあちょっと興奮しちゃいましたね、私もね。ザクザクと食べられますね、アマタザクが。あ、すごいですね、おっとね、赤いね、だから出てきて、ドミニカに体験して私が、もっとあいつの方がでかいけどねあ、もうちょっとね、ニンニク四天王入りすることでしたね。あ、はい、辛めの、はい、そうですね、乳化を戻してますね。千葉からさんといえばね、ね、これ醤油、強いです、非常に強スープです
ですね、醤油感がね、ちぼくわさんといえばやっぱ、まろやかな乳化したね、あの歌もあったんですけど、結構ね、やっぱ油そばだからっていうのがあるんですね。まあ汁少なめで、あの醤油の部分がギュッとしてるんで、マッチョな醤油でしたよ、これは。マッチョ醤油ね。マッチョ醤油ですね。デブなのに脱いだら意外と醤油のマッチョということですが。デブなのに、まあ油そばってテカテカ感。ああ、そう。はい。あ、そしてこれ卵かと思ったら温玉でしたね、あ、卵ではあるんだけども、はい、はい、これデフォルトでついてくるんで、あ、じゃあデフォ温玉ということでね、あの自分の好きなタイミングで割って、私はこのね後半に割って味変アイテムとして使っていきます、ね、適度にとろけててよかったですね、はい、やっぱ醤油が強い分ねまろやかにしてくれて、そう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 ね、ちょっとほうれん草と卵でねキッシュのような、もうちょい加熱すればね。はい、洋風な、そうなんです。はい、あ、そして黒胡椒。ね、これね、やっぱ油そばって言ったら混ぜることを前提としてるんでね、あの調味料いっぱい入れて、黒胡椒も結構入れてったら美味しいですよ。で、ちなみに、はい、やっぱ黒胡椒といえばですね、ピペリンという成分入ってるんで、ちょっと初めて聞いたな。これはね、発汗作用を逃す、それから血行も促進する、ダイエットに最適。ね、ラー油も食ってるからね。あ、そうそう、辛いもんで食べてる間に痩せすぎ注意ということでね、入れすぎは注意してください、ね、持って食った方がいいね、じゃあな。あ、ここでですね、ここで出します。はい、なんだ、なんでしょうか、なしなし、ね、これね、GK 専用ダイエットサポート、なしなし。そんなのあるんだ、ね、今回これを買ってるんです僕ね、なしなししてくれ。これなんと血糖値をコントロールするんです、ね、文字をサラシア、ギムネマシルベスタではですね、炭水化物を糖にできるとか、まあ、シルベスタってスタローインがあるんですか。あります、はい、でいろいろやってるんで、詰まるところですね、はい、カロリーゼロにしてくれるんですね。やったね、やったということなんですよ。やったね。開発、ただまあ開発は千葉からさんじゃございません、グルメイノベーションさんという会社さんが出した、まあ先頭みたいなもんですよね。本当にね、だからもう千葉からさんね、本当にまあカロリーを 89.916 のマシマシレベルなのに、やっぱこうゼロにしちゃうから、ゼロ、あ、ね、あ、すいません、あのちょっと言いたいことが渋滞してますけど、多いですね、ちょっと。久々ね、このチャンネルでは、はい、久々に登場です。この後半 あのトークコーナーはちょっとにゃんこを出す場所にしようかな。いいですね、はい、ちょっとメンマとうずら、もうすぐね家に来て1年に来て、それをとりあえずいつ生まれたか分かんないですよ。いつ生まれたかは、まあ、5月と言われてるけども、来た日を、まあ、来た日を1年に1年にしようっていうことで、はい、というわけで千葉からさんですよ、はい、あ、ごめんなさい、ちょっとメンマとうずらが出てメンマとうずらの話をとしては、千葉からさん、あ、僕はオープンしてね、はい、中1日挟んで2日目に行ったんで、あ、そうなんだ、あとまだまだ行列はそんなにギュッとしてなかったんですけど、これからふんだんに現れるんで早めに行っちゃった方がいいと思います、はい、早めにまず味わって、皆さんと更新していただきます。あ、確かに更新、かまと更新です。今から行っちゃうと聞こえないね、はい、ちょっと、僕が行ってない千葉からさ、あと郡山だけだ、郡山もあるね、福島入り、楽しみにしております、うん、はい、ということで今回は油そばでございまして、ありがとうございました。Thank you.